政府が方針を打ち出しています。炎上プロジェクトに入った時みたいにうまくはいってるんだよね。ブラウザでアクセスしてるのVR 上で顔を合わせるっていうのは結構いいんじゃないかな。神経系疾患と重度の発声障害のため芸能活動を無期限停止を発表した歌手の GACKT が8日公式ファンクラブにみんな心配かけたとメッセージを寄せたとのことです。今日は2021年9月9日ですね。です。ちょっとここに出来物ができた。緊急事態宣言が30日まで延長、19都道府県で政府が方針を打ち出しています。今日決定されるようです。こういう風になるよって出されてその後変わったということはないので、まあ、おそらくそのまま30日まで緊急事態宣言伸びるんでしょうね。東京都の新規感染者数は1834人で17日連続で前の週の同じ曜日を下回っているそうです。だが医療提供体制の逼迫は続いており、専門家との会合で医療の負荷を下げていくためにも感染を抑えていなければならないと西村経済再生担当相が指摘したそうです。今日は、仕事をしてその後ホライゾンワークルームスでイベントを行って、で家に帰ってきてご飯っていう感じの一日になると思います。東京と比べてまだ福岡は暑いですね。全然夏の感じです。東京は少し秋っぽかったけど、福岡はまだ夏、暑いです。大体今日の分の仕事は終わりました。また後でちょっと働くと思うけど、まあ終わったということで、ちょっとバタバタしすぎて脳みそがもうパンパンで、炎上プロジェクトに入った時みたいになんかモヤモヤっとした感じになってますね今。大変冷静になった方がいいというか、なんだろうな、クールダウン必要だなっていう感じですね。今から福岡市内のスタートアップコミュニティとかエンジニアコミュニティの人たちと一緒にちょっと触ってみようっていうことで、オキュラスでワークルームス上でイベントを行いたいと思いますので、そちらに参加してきます。あのレセプションルームのジョインボタンを押さないと、あの手を押さないと。そうよ、うん、左側のあの青いボタンですよね。あれで入らないと。そうそうそう、あれか。うまくはいってるんだよね。画面自体は来てますからね。配信してるコンテンツを間違えてるんだよ。来た。見れた。このおすすめ、オキラスクエスト2ゲームです。まずですね、あのこれもうみんながやってるやつ。あ、そう、最初これですよね。これはもうみんながやってる。はい。ビートセーバーですね。ビートセーバーっていう、なんていうんですかね、ダンスゲーム。これもうやったことある人。はい。まだやってないです。で、あんまりね、話題にも人気もあんまり聞かないんだけど、僕すごいおすすめなのがテトリス。テトリス。そんなのあるんですね。 3D っていうか VR 空間でわざわざ 2D のゲームをやるっていう。立体のテトリスとかじゃないんですね。すごい、あれなんですよ。
トリップ感がある。かなり没入できます。ステージごとに背景が違ったりとかして、かなりトリップ感があります、これは。次は、僕が一番ハマってるゲーム。ポピュレーション1。これは、VR 用意する人は絶対酔う。レトロ系のゲームです。あー、酔いそう。なんか、建物を登ったりとか、飛んだりとかできます。飛ぶ。こういう感じ。はい、かなり、ほんと VR 酔いしない人にはすごくおすすめですね。これは酔いますね、僕は。これは酔いそうです。これは酔いそう。もう誘う人、みんな酔っ払っていくんですよ。おお、サークルの。山田さん。はい。はい、質問なんですけど、はい、2人同時に描けるようなお絵描きアプリってあったりします？あるんですよ。お絵描きはもうさっき説明したチルトブラシはおすすめです。関口愛美ちゃんも使ってる。あ、そっか、ガリさんいなかったかも。チルトブラシ、あ、すいません、遅れてきた。チルトブラシが、チルトブラシ、あ、描きやすい。フェイスブックでリンク教え、あのイベントで教えてもらったら嬉しいです。チルトブラシ。今日これ全配信されてるので、後で録画で見返すことはできますよ。ありがとうございます。はい、チルトブラシ頑張りました。配信載せて。まだこれ配信されてるんですか？もしまだ配信一応戻してますね。本当に切ります？もうそろそろ切っちゃいます。はい。じゃあ、切りましょうかね。はい。ちょっと、じゃあ、待っててください。村順だけには配信してるんですね。そう。すごい。初めて配信してみました。じゃあ、エンドします。面白いね。そっか、両方出るんですね。こっちも。2つ出るんですね。ブラジュンさんが。ブラウザでアクセスしてるのと。両方できるんですね、同時に。カメラで。これ、ブラジュンさん結構シュールですよね。うん、自分で、なんか自分。そうなんですよ。結構大変なんですよ、これ。すごいな。止めましたよ。ライブは止めました。はい、ありがとうございます。オキュラスクエスト2のゲームを紹介し合うミーティングをホライズンワークルームスで行いました。楽しかったですね。ちょくちょくこうやって VR 上で顔を合わせるっていうのは結構いいんじゃないかな。特にこの非常事態宣言中、すごく面白いと思います。リアルで会えないからこそ VR でちょっと会ってみるみたいなね。面白いですね。そんなとこです。今日はこれから帰ってご飯食べてちょっと仕事して寝るって感じです。カレー味